じゃあ続きやっていきます。今回もコクリア襲撃、サイドは前回ハトだったんですけど、今回青霧ですね。青霧の木の戦力拡大のために金木と共にコクリアを吸収したアヤト、彼の元に現れたのは特等捜査官の篠原だった。あれがグール収容所のコクリア。ああ、ここを叩けばハトどもの戦力を削ると同時に青霧の木の戦力を大幅に拡大することができる。ぼーっとしてんじゃねえ、さっさと行くぞ。楽しみですね、篠原戦か。なるほど。蘇生ね。オッケー。なかなかね、この、アヤト VS 篠原も、なかなかに切ないシーンなんですけど。いでてて。うかくはあれだね。アヤトとかトウカみたいに、こう、カグネが大きければ大きいほど、ちょっと視界がね、追撃入れとこうか。別にダメージ食らってないけど。なんか敵少ないな。乗り越えモーションっていうか空中アタックをやろうと思ったら乗り越えれなかったわ。あ、ここ CRC ガスが出るとこじゃない？何？何？だよね。おなじみ CRC ガス室。まあ、ここら辺はマップの構造分かってるんでサクサクいきましょう。敵を倒すことよりも、まずはこれ CRC ガスを止めることが先決。登ります。んで、敵を無視してもこいつを押す。じゃあ、カグネすら出せないから。オッケー。で、敵を殲滅する。多少ダメージ食らっても、まずは CRC ガスを止めることが大事。スイッチすぐ押せるからね、ドアと違って、CRC ガスは。こういう雑魚敵に対しては、かなり迂闊、強力ですね。あらよっと。降りて、はい、入れ食いですね、このドア。ちょっと女の子を殺すのは心もとないが、よいしょ。まだ出てくるか。まあ、これ別に全部倒さなくてもいいんですけどね、ある程度倒したら。やべ、ナイス。ある程度倒したらもうドア押してもいいと思うんだけど。あ、まだいるな。でこいつちょっとスキルどうか、こいつに。よしよし。そんな食らってないっていうね。もうスキル無限取ったんで、一生うかくっていいな。このまま一気に削りたいが、やっぱりうかくちょっと火力が足りないか。まあそこまで難しくないからね、当てるの。前回のトウカみたいに、動き回られたらきついんだけどね。よし、行こう。多分射撃されてる分にはひるまない限り、スイッチは押し続けられると思う。オッケー、その。よし。あそこに回復薬あるけど、まあ、いらないでしょ。はいっと。オッケー。進んで。まだ最深部はもうちょい時間かかるかな。今手すりに引っかかって、この空中、このストンプみたいな、これがね、当たらなかったっていう。アヤトも一応覚醒はあるね。覚醒するとどうなるんだろう。いってー。ただあれかな、火力が上がるというかステータスが上がるだけかな。あ、強い。このね、ハトのねコート着てるやつね、若干ね耐久力あるんだよね。 HP ゲージを持ってるほどのなんか中ボスチックではないけど、そこそこ耐久力は。ほら、よいしょー。これよ、これがやりたかった。はい。
開けて、あ、出た出た。これか。レーザーか。行くぜ。まあ別に難しくはないですね。まあ、もう僕慣れたんでこんなには当たりませんよ。多分。フラグ。ああフラグだな。一級フラグ建築士だな、今のは。いて。本当に。レーザーはいいんだけどさ。上のさ、防犯カメラが。あれどこだっけ？あ、これか。防犯カメラというかなんかね、上からね、ミサイルチックなやつ撃ってく。お、びっくりした。あるのか。そう、あれだよ。あれね、破壊できないんだよね。防犯カメラしか破壊できないの。本当にきつい。乗り越えて、ここは必ず乗り越えないといけないっていう。ジャンプがないんでね、このゲーム。やべえ。おい、閉じ込められたのはどっちか教えてやろうか。分かってねえな。これは入れ食いだわ。これは入れ食いだわ、さすがに。ああ、あれ取りたい、あれ取りたい。あのスキル結晶。オッケーオッケーオッケー。もう、これは入れ食いですね、さすがにね。もう、いくら出てきても、これもうドアが開いた瞬間死ぬぜ。いて、え、お前どっから湧いて出た？一生うかく撃ってればいいんだけど、後ろのやつ泣き倒してくんない？早く。いてててててて。はい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 。よいしょ。オッケー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 。あ、まだまだ出てくるね。もういない？奥にいるかまだ。あー、女の子。ごめんね。あ、野菜スティックちゃんだ。野菜スティックちゃん可愛いんだよね、やっぱこのゲーム。なんかね、俺、一押しなんだよ、この野菜スティックのクインケ持ってるやつが。すげえ可愛い、見た目。OK。これ詰めて、やって、この追撃をすぐに入れないっていうのをね、僕学びました。追撃できるときは、まあ、相手がずっとひるんでるから、そのうちに攻撃をかなり入れて、最後の最後で、まあ、追撃入れないっていうのもありかもね。HP マックスだったらグールの場合は。まあ、操作官の追撃絶対入れた方がいいんだけど。ほいほいほい。行って。貴様。お前その、中ボスチックな、いや、感じでもないのに。行って。ほらほらほら。オッケーオッケー。攻めろ攻めろ。行って。お前その蹴りだけで3人吹っ飛ばせて。お前こそグールではないのか。オッケーオッケー。撃って撃って撃って。はい。最後、追撃で HP をゼロまで持っていくと、もう一回追撃入れるタイミングがあるんで、あれですよね。操作官的には嬉しいんじゃないでしょうか。グール的にはそんな2回連続追撃やったところでっていう話なんですけど。よし。な。弾飛んできてますよ。うん。油断するなよ。な。探すしかねえ。お、これ取っていこう。これ楽ちんなんでね、これ取ってれば。こうやって。いや、シールド持ちか。シールド持ちか。全然砕けねえ、シールド。お前強すぎだろ、そのシールドよ。そうか、ユニークモーションじゃないと砕けないんだっけ。あ、それ当たってない。まさかのアヤト君、飛距離が足りないっていう。シールドに手こずらされるな。ただこの迂闊はかなり便利。迂闊はね、やっぱこのコクリアでかなり便利だね。コクリアは本当に射撃系の操作感が多いんで。おいほいはい。オッケー。でどこだっけ次は。あー、こっちかな。カードキーで開けるとかいうシステムだったっけ。それはもっと仮想の方かな。さあ、覚醒ゲージ溜まってるけど、これ篠原で使いたいね。これ開けたらなんかいっぱい出てくるとかそういう感じでもないか。何ここ、これ初めてか。やってやるよ。
確かこれ CRC ガスが奥から出るのかな。あ、硬いわ。普通に硬い。CCG の施設に乗り込むとは命知らずな連中だ。よくわかんねえ。はい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 、とりあえずこれを破壊してから行こうか。 OK で、CRC ガス的にはね、多分ね、あれなんだと思う。で、これを攻撃すると爆破するのかな。そんなことなかったわ。あ、これやばいわ。あ、これやばいわ。ちょっと待って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 、スキル使うしかない。くそ、そんな倒せなかったな。 OKOK、 とりあえず追撃入れて行って、何これ。あ、待ってくれ、これなんだ。うーわなんかさ、捜査官の、あ、いかん、出ない。 CRC ガスこれかな、やっぱこれなんかな。なんか奥にあった、何、配電盤みたいなやつは結局その CRC ガスのっていうか、壊したよね2つとも。あ、これか。あ、違うのか。あ、これほんと死ぬかも。いって、漫才やってんじゃねえんだぞあー、これはやばいわ。これはこの決断が騎士取るか京都出るか。オッケーオッケー、やったぜやったぜ。よし、オッケーオッケー。どっかであれ入れれないかな、あの追撃。HP を早く回復したいんだけど。ああ、まあ、でも敵いないわ、もう。とりあえずなんか、覚醒ゲージを貯めれるアイテムを敵がたくさん落としてくれたから、スキル2回使ったにもかかわらず、これだけの、また覚醒ゲージ溜まってるんだけど。仲間たちがやられてる？数的に有利じゃないか。うわ、なんだこいつ。ここいい、また入れ食いだね。お前らだけでいけるか、ここ。大丈夫そうだな。これ何これ。あ、救出しろってことか。後ろから来てる。来てないわ。なんか、出入れしてるやついるけど。さっさと立て。さてと、こっちかな。あ、これ HP だ。ありがてえ。どっかか階段でね、降りるとこあるはず。ここは多分奈落に落ちちゃうからダメ。スイッチを押して開けられるとこもな、あ、向こうか。うかくはね、このステップするときにね、うかくがバサって出るのがすげえかっけんだ。よし。さてと、あそこにいるね。お、また野菜スティックちゃんか。よく合うね。はいはい。ほい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 。とりあえずあれをスキルで倒して一気に。おお、12人同時キル。いいね。気持ちいいね。あれよっと。はい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 。ほらほらほら。はいはいはい。はいはいはい。はい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 、いいっすね。で、追撃と。こっちで合ってるのかな。あ、あそこのドアっぽい。出てきそう、これ電気ついてるし。出てこなかったわ。まあ、明かりがついてるドアと明かりがついてないドアの違いが分かんねえな。あれ、こっちで合ってんのか。え？何の音？あ、すまん、完全に迷った。また方向音痴で出ちゃった。今なんか電源が落ちるみたいな音したね。あと一人だっけ？
あ、いるわ、いるわ。いた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 。急げ。よし。行くぜ。お、ここから飛び降りるのかな。さあ、そろそろ多分篠原だね。ったく、呪蔵はまたどっか行っちゃうし、アモンも全然見つからないし、ついてないね、俺も。さて、不屈の篠原、最初からあれだね。来てるね、あなた。いて。速攻で覚醒持っていってもいいけど、一気に追撃に持っていきたいんだよね。だからちょっと削っとけば、なんかあれかな、覚醒後すぐ追撃に持っていって一気に終わらすことできそう。いやー、何そのショックウェーブ。お前メットールか。なんかメットールっぽいな。なんだこの感じ。やるね君。いてててて。よし、じゃあ覚醒持っていこうか。そろそろ来るかな。来る。かっこいい。うぜんだ。なんだ、出た出た、あのスキル。はい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 。やばい、全然当たんない。クソ、ロックオンしてんの。オラ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 、ゴリ寄せゴリ寄せ。やべえ。はい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 。オラ、いいね。膝蹴りからの追撃、吹っ飛ばして、オッケー、うかくで倒す。すげえラッシュかけれるな、うかく。はい、ということで今回は、再度青霧ですね。相手篠原でした。なんだろうな、ここの印象としては なんだろうな、新た、最初からちょっと来てたのがあれだったんだけど、なんかね、途中で戦ってて篠原がこうコートをバサッと脱いで、こうギュルギュルギュルみたいな。ちょっと説明が下手なんだよな、擬音ばっかで。こうギュインガチンガチンガチンってなった時に、なんだそこにいたのかよクソ親父みたいな感じになるのが、個人的にはアニメで好きなシーンですね。もうやめようかな、このアニメのエモいところを毎回毎回ちょっとだけ語るみたいなの。はい、というわけでお疲れ様でした。